は終日日の新地前です。ということで前日なんですけども、今一部公演が終わって、で明日いよいよ手術なんですけども、みんな頑張ってねとか怖くないよとかすごい励ましてくださるんですけど、でもやっぱり私は大丈夫だよって返すんですよね。でも正直本当に怖いし不安だし、で今まで散々本当に悔しい思いというか、なんか悲しい思いというかいっぱいしてきたので、治った時のことだけを考えて今日はゆっくりいっぱい寝たいなって思ってます。すごい最近ずっと夜寝れなくて怖くて、だからでもそんなね不安なことばっかり言ってても手術日は明日なんだしと思ったら、本当にもう治ったことの治った時のことだけを考えて楽しみに今日の2部公演のライブもしばらくお休みしちゃうんですけど、その休む最後の公演ということでいっぱい楽しみたいと思います。
感動して泣いちゃったというか、もう 泣かないで起きたかったんですけど、まあ嬉しくてというか、本当にたくさんの方に愛情を注いでもらってるというか、生誕祭とかじゃないのにあんなにピンクに会場が染まると思わなくてすごい嬉しかったし、まあ、勇気をまたもらいました。ずっともらってたんですけど、またさらに本当前日ということでたくさんの声援と応援で勇気もらいました。だから不安大きかったんですけど、今はまだもうみんなの愛で全然平気な、楽しいことしか考えれないです。治った後もすごい、またここで感謝だなって、本当にいっぱい感謝する場面があるんですけど、また本当みんなからもらってばっかりでありがとうございます。頑張ります。明日の手術、いよいよ今日ですよ、今日。あんまりまだ実感湧かないんです、ぶっちゃけ。でもちょっとリアルに想像できるようになってきました。その手術している時の自分と治った後の自分が、なので今はちょっと不安とかもうちょこっと残ってるんですけど、でも本当に楽しみの方が大きくなってきました。だから結構今元気ですあとちゃんと一応寝たつもりですなので体調もバッチリ元気、朝なのでちょっとテンション低いんですけど、バッチリです。体調もだからすごい、手術前になったらまた多分気持ち変わると思うんですけど、今はいろんなね、治った時のことを想像妄想しながら迎えたいと思います。こんな状態ですけども、もう余裕の感じで先生が終わったよって言ってくれました。今は全然痛みもなく、ちょっと違和感はやっぱあるんですけど、でももう最小限の傷口でやってくれました。全然見た目とかもちょっとまあ赤いというか充血はしてるんですけども、全然本当にめちゃめちゃ元気ですなので明日また検査して、でまあ経過を見るっていう感じです。これでね、明日またこれが取れた時にどう見えるかがすごく楽しみです。お疲れ様でした。お疲れ様です。翌日の検査を今してきたんですけど、手術前検査にやったヒスチャートっていう検査、同じ目の動きを見る検査なんですけど、それを、まあ、全く同じ状況でやりまして、でそのどれぐらい治ってるか、目の動きが治ってるかっていうのをやって、まあ、見たら全然誤差がなくというか、そのシミュレーションでやった時の検査と同じような結果が出て、先生も
まあ、シミュレーションと一緒だね、よかったね、治ったよっていう感じで今終わりました。だいぶもう普通です思ったより。眼帯も しなくていいって言われて、まあ、するんですけど後で。でも景色が違和感ですすごい違和感、なんだろう、逆に気持ち悪く感じるかなと思ったんですけど、でも一つに見えます二重にとか全然見えなくなりました。すごいうまく言えないけど一つに見えますこれ今は普通の景色だからなんか何とも言えないですけど、ステージ立った時どうなるんだろうってすごい楽しみになりました。ここが私の実家です。ここで2週間ぐらい劇場にお休みしてゆっくり安静にしてたいと思います。